こんにちは、小島春菜です。今回はプライベートの台湾で撮った Vlog です。ご飯に行ったり、タピオカ屋さんに行ったり、観光地にも行ったし、あとマッサージとか、あと仲良しだと思ってた台湾人の友達から衝撃の告白をされました。ぜひ最後まで見てください。ライチが入ってるやつが美味しいんだよね。ライチとかが丸ごと入ってる感じ。シェイクチャー出たー、五重嵐。ここは台湾ですごく人気のお茶屋さん。たー、これタピオカがね、シャオ、ちっちゃいの。台湾で人気の観光地シーフェンに来ました。ここは線路ギリギリに商店街のお店がずらっと並んでいます。線路には本当に電車が通るんですが、1時間に1本くらいなので、みんなそこを歩いたり、線路の上で願い事を書いたランタンを飛ばしたりしています。日本人に人気のスポットです。あ、後ろに俺が歩くの？オッケー。うん。どう？いや、俺がめっちゃ怖いだけ。あー、これ欲しい私。いや、もう。ペポのやつ。やりますか？やろう。真剣？うん、真剣。真剣？おお。まあ、まずあの練習してみて。ああ、OK。リャンズ。あ、リャンズ。おお。強くない？どれがいいか。
どれにしようかな。あんなに頑張ったのに。これにしよう、これ。スリルフリーこれ、女子。女子。うん、やろうか。シェシェ。今日はフカヒレです。你可以动一下没关系，可以，您可以这样，因为他现在在录影，对对。歩き疲れたのでマッサージに来ました。ここはチェーン店なんですけど、とっても安くてタイマッサージが上手なのでおすすめです。疲れたね今日。台湾に来たばっかりの時は帰ります。なのでまた2回目だけど朝小籠包を食べてきます。小籠包、シューマイ、可愛い。对啊。所以我就问你九个。好，一个大的，一个小的。然后谢飞想包五个。你的。衣服，我的衣服，很，你的衣服很，帅，很帅，谢谢你。因为我的衣服很帅，因为是 22 market。昨日イアン送ってたのさ、どう久しぶりにこちらであった可愛い感じだ。なんぞ。何？高い。え？高い。何？全部高い。なんで？着るもの、食べるもの。最初から大変ね。最初から高い。最初から高い。最初から。やっぱり高い。久しぶりに会った可愛いって言ったの。可愛いですよ。可愛い可愛い可愛い。相変わらず可愛いですね。すごい可愛い。だけど高い。いや、すごい高い。それで、それで、それをそれに変えるのか。可愛い女は高いでしょ、つって。そんなことない。高い。どういう意味だ。どういう意味。私の今日のこの T シャツ、ロンT 3500円だよ。安い。そう。こちらさん安い。安いもちょっと嫌だな。我们去前面。Like the lottery, I just hope we could stay together. We wait and see, but the chances are small, just like the lottery. 我很贵吗？你一点都不贵。真的吗？真的。好。笑话。1年後やばい。それじゃあ東京に帰ります。じゃあね、またなんでそんなすぐバイバイ、気をつけて。なんで名残惜しいわ。ごちまさまだ3年後台湾でね。なんで3年後だ。うまいね。次いつ台湾来よっかな。来ないでしょ、ずっと温泉高すぎる。最後まで見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録とグッドボタン押してね。